では、クトゥルフ神話 TRPG 台風の目始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ今回、まあ初めましての人もそこそこいるので、PL の自己紹介と、その後に終わったら大体このキャ、それぞれの PC 探索者がどんな感じのキャラクターなのか、まあ、ざっくり性格とか得意なこととかでいいんで、さらっと説明だけお願いします。じゃあまず、今回キーパーやりますテトメトです。よろしくお願いします。お願いします、まあ、キーパー歴は結構長いです。このシナリオ回すのは3回目か4回目ぐらいかな、まあ、結構今回は長いシナリオになるので最後までお付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあデックス順に行きましょうか。一番高い、渡辺さんから宇野さんからですね、 PL の自己紹介と PC 団体でどんな感じのキャラクターかの紹介をお願いします。はい、じゃあ、はい、じゃあ、大丈夫か。喋っていきますね。はい、なんか久しぶりな気がしたが、すごいかなり緊張しちゃっててすいません。今回渡辺団役で、プレイヤー渡辺団役でやらせていただきます。無能でございます。よろしくお願いします。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 一応教授ポジションなのかなっていう感じで、今回必要な推奨技能っていうのをガン揃えしてから来ました。強いで、まあ、いざとなったら、まあ、いざということなんてないと思うんですけども、いざとなったら日本刀と自動車で頑張って戦うっていう感じです。よろしくお願いします。お願い。なんか急に DQ 映画になるんだけど大丈夫かな。まあ大丈夫やろ。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。あ、変なことはしません。そうそうブイングが、まあ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 ね、終わってみなければわからないのでね。はい。はい、じゃあお次、くるみちゃんって呼んでねさん。はい、くるみちゃんです。よろしくお願いします。今回ね、くるみ沢つよしさんというね、あのお姉の役をやらせていただきます、ひなぴよと申します。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。くるみちゃんはですね、あのゲイバーの店長をやっておりまして、あの怖いんだよな。サイズがね18もあるのでかなりの巨体のお姉でございます。でかいんだよ。理論上最高値なんだよな。そう、ちょっとサイズ18とストレングスもそこそこあるから、なんか屈強なお姉作りてえなってなって、ちょっとね今回やらせていただきます。はい、そうだな、なんだろう、結構今回この5人のキャラクターたちと、いや夏目ちゃんは違うわ、うん、他のキャラクターたちとちょっと関わりがあるみたいな感じの匂わせをしていくと思うので、おお、ね、いいですね。みんな仲良く、どうにかなって助かります。そう、もう仲良くね全盛感できたらいいなと思います。よろしくお願いします。お、せやら、よろしくお願いします。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 はい、では次夏目くん。はい、どうも皆さん、ゆずきです。今回、夏目ゆずきをやらせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。夏目ゆうすけなんですが、今回探偵が必要ということで、キャラ作るときにどうしようかなって思ったときに、いや天文学者おるしな、喫茶店おるしなって、探偵必要やん、誰作るんやろって思ったときに俺しかおらんのかなみたいな。助かりましたので、はい、助かりました、ありがとうございます、はい、やらせていただきました。職業何にすんのって聞いて、探偵で作ってるって聞いて、やってくれると思ってたって。ありがてー、かないしかないかなって思ったから、うん、用意しました。ね、探偵と天文学者は分かるんだけど、他がちょっとバラエティー飛びすぎて。すいません。エンターテインメントに飛んでる。いいけど、いいけど。今回、まあ、平均的にあの全体の幸運とかね、産地が、まあ、70以上と高いんですが、まあ、彼、
いろいろありまして、人生で幸運が削れて産地が削れてしまい、基準値が55になってしまいました。ああ、なるほど。さっきのいろんな55には運があると思ってるんで、見事生還したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあお次、魚よしうごさん。はい。今回魚よしうごやりますごどぜと申します。よしうごはですね幼少期からちょっと父の影響で魚が大好きで、それでまあちょっと食べる方の魚にも興味があり、養殖業に今はついて生活をしています。まあそう、養殖業なんですけど、大学でその漁業関係全般的に学んでるので、なんか なんでしょう、天文学なのか分かんないんですけど海のね、なんか天気とかそういうのを多分見れるのかなってなんか思ったりしてました。そんな感じで、まあなんか活躍できるとこあったらいいなって思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。では次、椿さん、ナキ椿さんですね。はい、辻グラフィッカー兼 VTuber のままやってます、トラペチーノです。本日はナキ椿さんをっていう、あの素敵な喫茶店未亡人をやらせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。もう早速、私2番目に多分キャラ提出したんですけど、喫茶店で始まるかもみたいなワードがあった時に、あ、喫茶店やりたいってもう即決めしてもうなんか何もそれ以上考えずに、趣味で走ったキャラクターです。ではいで一応未亡人ということで、元夫が天文学者だったんですけど、台風の関係でちょっと事故に遭ってしまって、でその影響でその後もすぐになんか息子も自分の実母もなくし、孤独な人生を歩んで、悲しいのよ、かわいそうすぎるつばきちゃんでもそうですよ、くるみちゃんが結構支援をしてくださって、一人でちょっと夢だった喫茶店をやっているっていうところですね、うん、で周りのあったかなの支援もあり、今はこう悠々と過ごしているという形です。元看護師っていう経歴もあって、応急処置とかその辺のサポート面をやっていこうかなと思ってます。頑張ります。お願いし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 ます。さて、今回のシナリオなんですが、赤霧市、愛知県赤霧市というところが舞台なんですけれど、夏目さんはここに何だろう、居合で来てるって感じでしたよね。本拠地は別、ね、本拠地は大阪で開いてるんですが、うんうんうん、まあ、今回その友人に呼ばれて、うんうんうん、まあ、そこの探偵事務所でちょっと依頼をこなしてるっていう感じですね。わかりました。出張中みたいな感じですね。はい、渡辺さんは学者だって言ってましたけど、ここの大学、この町の大学じゃなくてよその大学でしたっけ。はい、一応よその大学で、この町にはなんか霧納めの演舞みたいなので剣術関係で来ているって感じの設定で行こうかなと思います。遠征中みたいな感じですね。あ、そんな感じです。他お三方は全員ここら辺出身というか、現在の住処はこの辺って感じですかね。うん、私は新宿2丁目でやってる。もう一人いるわ、旅行者まあただね、椿ちゃんの旦那さんが私の親友だったのよ、うん、はいはいはい、そうです。だからね、そいつの墓参りに来たついでにちょっと、まあ、椿ちゃんと女子会しようかなと思って喫茶店に来た感じよなるほどね、わかりました。じゃあ右3人がよそからこの町に来た人で、左2人がもともとここら辺に住んでる人って感じですかね。そうね。渡辺くんもなんかこの町に結構ちょくちょく来てるっていう感じにしてしたいなっていう。うんうん、わかりました。じゃあ右2人が完全によそから来た人、左2人が完全にここら辺住んでる人で、真ん中の人はどっちつかずな人ということであちょうど左右真ん中のすごいわはい、では
クトゥルフ神話系 RPG 台風の目始めていきます。お願いします。お願いします。お願いします。はい、では、まず、このシナリオ導入 AB に分かれてます。まず A 側喫茶店側から始めたいので、夏目くん以外全員ですね。はい、はい、あいなくなっちゃったわ。時は12月23日、 H 県赤城市中央区。12月末のより一層冷え込む季節、降り続く雨がその寒さを一層助長している。時刻は14時頃。探索者たちは仕事あるいは休日の息抜きか、たまた雨宿りか、赤城駅の路地を少し入った雑居ビルの1階に、こじんまり1階にあるこじんまりとした喫茶店を訪れていました。一人こっち側ですね、立ち位置的に。はい、はい、あなたたちは知り合いでも全くの他人でも問題ありません。なんですが、まあこの後の展開を考えるとここら辺でちょっと縁を結んでおいた方が良いでしょう。そうね。先日から外は大粒の雨が降り続いておりまして、風も強く吹いています。心地の良い店内にはあなたたち以外の姿はなく、客が少なく暇なのでしょうか。店主はどうしてます今。そうですね、今、カウンターで洗い物をしているところですかね。はい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 。じゃあそうですね、つけっぱなしのテレビが鳴る中、店主はカウンターの向こうで、コップとかをこうキュッキュッと磨いてまして、こうなんかいい感じの雰囲気が漂ってます。はい、ここで、まあ、探索者のキャラクターをつかむためにも、ちょっとロールプレイしてみましょうか。まあ、特に話すことが思い浮かばなければ、こう店長になんか料理頼んだりとか、ここら辺でちょっと、PC 同士の関係をある程度築いた方が今後やりやすいでしょう。はい、ってことで始めましょうかね。ちょっとね、 NPC が店長じゃないんで店長から話しかけられないんで頑張ってください。はい。あら、つばきちゃん、それ新しいグラスかわいいわね。そうなの、よく見てるわね、くるみちゃんは。いや、やっぱりね、私もバーの店長やってるからさ。これこないだね、そこ の雑貨屋さんで見つけたの、気に入って買ってきちゃったのよ。やっぱ形もいいし、私もちょっとお店で使おうかしら。いいと思うわ。うん、ちょっと待って、カランコロンって入ってきてほしい。カランコロン、なるほどね。じゃあカランコロン、カランコロン邪魔するで。邪魔するの、あ、間違えた。あら。すいません、いらっしゃいませ。あ、どうも、お久しぶりです。渡辺さん、お久しぶりです。あら、いい男じゃない。うわ、またおるやんこいつ。いい男かどうか分かんねえだろ、顔見えねえだろ。いや、もういい男の匂いがするから分かるんだよ。何でしたっけ、ゴーさんでした。違うわよ、くるみちゃんって呼んでって言ったでしょ。どうも、くるみさん、草屋じゃなかった、くるみさん、久しぶりです。何、草屋さん、何します。じゃあどうしましょう、レモンティー一つ。は、わかりました。いや、剣術のその切り納めのちょっと演舞の帰りでちょっと、体ギッチギチ言ってまして。あら、疲れてるのね。私が揉みほぐしてあげましょうか。いや、結構です。はい。あ、何よ。もう、はい、いいですいいです、ちょっとやめといて。しかも今日ね、ちゃんと草屋とかもまた持ってきたのよ、食べる。なんでこの人草屋常備してんの、いつもこと。いや、今日はちゃんと受け取ってくれる人がそろそろこの店に来るはずなんだけどね。あ、そうなんですか。そうよ、そのために持ってきたんだけど。渡辺さん、はい、レモンティーです。あ、いいね、このレモンティーのこの香り。うわなんか臭そうだったわね、今ね。あ、カランコロン。来た来た、うーちゃん。あ、くるみさん、ほら、できてるわよ、草屋。なんか、今日は皆さん集まってるんですね。そうなのよ。かなくん、何か飲んでいく？あ、ありがとうございます。じゃあ、草屋カクテル、あ、ここはないんだっけ。そうよ、私の店よ、それはもう。あ、そうだった、おバカちゃんね。あるの。じゃあ、なんか、海っぽい飲み物あったら。海っぽい、なんだろう、あ、ほら、あれあるじゃない、青い紅茶とかないの。あ、バタフライティー。あ、それそれ、それをね、持ってきますね。いいじゃない。お願いします。
っぱこっそり塩って入れられますか、バタフライに。塩入れいいけど。いいよ。何に入れるの塩、レモンティー？いや、あのバタフライピーティーに。あるかタイミング。もうあの後藤さんがいいならいいですけど。あ、もう塩大好きなんで。海の味がするとかってなっちゃう。そうそうそう。変色しないそれ。塩分過多にならんか。大丈夫、いじめられてるのよ今。喜んでるが。喜んでると思います。さくバタフライピーティーお待たせしました。ありがとうございます。ほら、あとあれね、ほら、これウオちゃんがくれたお魚で作った草屋よ。ああ、ありがとうございます。あ、うちの可愛い子たちがこんな可愛い姿になって。そうなの。ありがとうございます。ちょっと離れときますね。ぜひ食べてね。とりあえずあのこのね椿ちゃんのお店に迷惑かけるわけにいかないから、ここでは開けないでね、ちゃんと瓶詰めにしてきたんだから。ああ。良識があった。そうよ、私は良識のあるおねえよ。ちょっと待っててね、みんなお家で食べてあげるからね。怖いんだよな。はい、じゃあそんな感じで会話が一段落したタイミングで、そうですね、あなたたちはふと、喫茶店に備え付けられているテレビの方へと視線が向くでしょう。テレビから流れているのはニュース番組です。ちょうどお天気情報コーナーに入ったところのようです。天気予報士が告げたのは季節外れの台風の上陸でした。今赤霧市に季節外れの台風が上陸しています。この台風なんですが、ずいぶん奇妙な形で発生してまして、いや学者もこの台風の行方には注目をしておりますみたいなニュースを繰り返し繰り返しやってますね。さて、この台風についてあなたたちはもしかしたら似たような事例を知ってるかもしれません。博物学か歴史の判定を行うことができます。もしくは情報は違いますが、気象学、物理学、天文学の半分でも判定ができます。まずこれで1個情報が出る。これでも別の情報が出るって感じですね。では赤霧市にやってきている台風についてあなたたちは何かしら情報を知っているかもしれません。これらの判定に成功すると何かしら分かるでしょう。まあ別に、まあ判定はここら辺触れますけど、提案次第では全然許可はするので、こんな感じで調べますみたいなことがあれば自由に自由な発想で持ってる技能、持ってる技能と相談して決めてください。じゃあ自分は物理学で振ります。物理学、物理学は下の方ね、どうぞ。はい、振ります。はい、初ダイス、ほら初ダイス。あ、ナイス。この運勢は結構いい。危ない。私もじゃあ物理学で振ろうかな。はい、どうぞ。天文学半分より多いからね。いっけ、ダメだわ。数値は悪くない。そうね、悪くないわね。これ半分ってどうやってやるんでしたっけ。でスラッシュ2って入れたら半分になりますね。了解です。手元でくるみさんだったら32の後にスラッシュ2って言ったら自動で半分にしてくれます。うん、最悪そのまま振って半分で計算してもいい。OK です、いきます。ほい、はい、あれ、おや、多分2の後にスペースがないですねこれ。少々お待ちください。あるある、あるあるよね、あるあるよね。スペース56スラッシュ2スペースかっこ天文学。あ、 OK です。ここか、 OK。 あ、うん、あ、惜しい惜しい。はい、あ、自分も物理学で、はい、振ります。どうぞ。おら、すごいわ、やるじゃない、あんた。じゃあ吉尾さんはクリティカルしたので上側の博物学歴史の情報も分かることにしましょう。すごいわ。おかっこいい。いいね。はい、じゃあまあとりあえず気象学、物理学、天文学の半分の情報から。一般的にですね、日本に上陸する台風というのは北緯5度から25度付近で発生した熱帯低気圧が発達したものです。これは熱帯収束帯と呼ばれる貿易風が合流する海領域の海で発生した上昇気流がクラウドクラスター、まあ積乱雲の群れですね、を生みまして、それが最終的に台風へと発達していくためと考えられています。なんですが、この台風が発生したのは北緯35度付近でして、これは科学的に見てだいぶ不可解な現象です。といったことを、まあ、成功した2人、渡辺さんと吉尾さんは知ってることでしょう。吉尾さんはさらに追加として、
まあ似たような事例としまして平成2年に台風28号というものが11月末に和歌山県に上陸したことがあるんですが、統計開始以降12月に上陸した台風ってのは今まで存在してなかったことも知ってるでしょう。まあ多分漁業関係で海出るために天気とかよく見てたんでしょうね。あ、嵐とかマジで死活問題ですからね。だからこの台風は発生した位置もおかしければ発生した時期もおかしい、結構かなり特殊な例だなってことをお二人は分かるでしょうね。はい、っていった感じです、うん、あらなんか物騒ね台風嫌ね。いや、うん、変な台風ですね。この時期に珍しいですね。あらそうなの。ええ、なんかこの時期だとやっぱりおかしいですよ。まあ確かにね、なんか9月とかのイメージよね台風って。そうですね、12月に台風は来たことはないと思います。詳しいのね。ああ、海出てますから。お、さすが。はい、ではそんな感じの話をしている間にも、ニュースは続いてるんですけど、同じような内容を何回も何回も繰り返し言ってまして、まあなんでしょう、ニュースキャスターがこう言葉で頑張って内容がないのを引き伸ばしてる感じでして、まああなたたちはすぐに、テレビから退屈して目を離し、再び食事や会話など各々の行動に戻ることでしょう。まあ、頼んでいたものが順番に出てきたみたいな感じですかね。といったところで、全員メモしどうぞ。はい、お楽しいメモしだ。メモしだ見ちゃうわよ、丸見えよ。おらない、失敗、成功、はい、丸見えよ、成功。いいわね、失敗、見えてる見えてる、はい、では成功した、椿とくるみちゃんは、テレビの画面がですね、徐々にブロックノイズ、まあ、ノイズが走り始めてることに気がつくでしょうね。あなたたち2人は、このままテレビを見続けることもできますし、まあ、そんな興味ねえなってテレビから視線を外すこともできるでしょう。どうしますか。故障だと思って見続けます、うん、はい、椿ちゃんに、あら何かしら、やっぱ台風の影響かしらねって言いながら私も見てますわ、うん、分かりました。ではお二人はテレビを見続けている。先ほどのニュースが未だ続いており、その内容から番組や現場にライブ中継をつなげようとしていることがわかるでしょう。その間にもノイズはどんどんと強くなっていく。中継は無事につながり、画面にはレポーターが映し出されますが、彼女は中継がつながっているにもかかわらず呆然と空を眺めているのみでした。画面の乱れはますます強くなっていき、最後には画面はノイズで完全に埋まってしまいます。ノイズ音と雨音が混じる店内にはこうなんとなく不気味な雰囲気が漂うことでしょう。何だったのかしら、ね、壊れちゃったのかしら。そう、これ壊れてそうね、映らなくなっちゃったの、うん、そんな古いものでもないんだけど、ダダ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 ダってなってます。バンバンって叩いたら治るんちゃいますの。それブラウン管の時代じゃない。ちょっとやってみる。バババババババ。じゃあ拳判定どうぞ。出しちゃう。拳ちょ、拳いきます。成功したらテレビに 1D3 点のダメージが入ります。すげえ。ああ、失敗したからまあなんかバンバンしたぐらいですね。おかしいわね。私も殴ってあげようか。くるみちゃんくったら壊れちゃわないかしら。確かにそうかもしれないわ。ちょっとやっとくわ。はい、じゃあまあこっちの、シーンでやらなきゃいけないことはこれぐらいなので、あとはなんか自由な感じで締めてください。自由な感じでNPC がいねえから。ああ、テレビも壊れちゃったし、まあ、窓の外眺めるとかで感じの締めでいいんで、なんか停電とかも起きそうだし、一応このテレビ線引っこ抜いてたらいいんじゃないかしら。そうね、ちょっと切っておくわって言ってテレビの線を切って、うん、いつも通り先ほどのお片付けに戻ります、うん、あ、リモコンで電源切るとはちゃんとコンセントごと引っこ抜く、引っこ抜きました。はい、じゃあコンセントはブチッと引っこ抜けられてテレビはブンって消えました。じゃあ私は椿ちゃんから出されたご飯もぐもぐ食べとくわ、うん、じゃあ嫁に
あの連絡してもうすぐ帰るって連絡して、はい、今日も平和、どうやって連絡しますか。携帯で連絡します、はい、では携帯を取り出しますと圏内になってますね。あー連絡できないんだ。じゃ あら圏外なのだけどね。なんかこれも台風の影響かな。やだ今日上がる TikTok の動画大丈夫かしら。あらくるみちゃん TikTok なんかやってたの。そうよ、なんか最近ね若い子たちに勧められて始めたんだけど、なんかね意外とこう珍しいみたいでね、物珍しさでなんかバズっちゃって。へえ。この人たくましいな、いろんな意味で。最近繁盛してるのよ、また遊びに来てね。まあ今日も平和なんかなって窓を見ます。でウオちゃんになんかあーんってしてます。いやそれを食べつつ、食べてあげる。食べます。それをニコニコしながら見守っています。食べつつ船とか海とかあの養殖やってる場所とかの心配をしながら、うん、またくるみちゃんのあんを食べる。はい、もう好きやん。さや早く食べたいなって思ってます。では、店内に穏やかな時間が流れていく。が渡辺の、見る窓の外は未だ豪雨は鳴り止む様子はなさそうだった、うん、といったところでこっち側の導入は締めたいと思います。はい、一方その頃なんか楽しそうやったな。ここの2階ですね。いやあの窓に全部詰めて書いてるやろな、サイモンサブロー探偵事務所。そう。この3枚にかきついな。はい、では、同じく愛知県赤城市中央区12月23日、探偵事務所の外はバケツをひっくり返したような雨が降り続いており、風も強い。外に出るのは危険だろうと判断したのか、あなたは、事務所でなんか留守番をしてることでしょう。そうですね、うん、まあこうこの探偵事務所は何て名前でしたっけ。サイモンサブロー探偵事務所です。サイモンサブロー探偵事務所、はい、はい、ここの本来の主であるサイモンサブローさんは、まあそうですね、まあ多分1個目の事件解決、あなたと一緒に取り組んだ事件解決して、多分次の事件で行って今ここにはいないって感じですかね。そうですね、うん、もっと言えば多分台風のせいで足止めされたらなかなか帰ってこれないみたいな感じなんでしょう。まあ、それをずっと待ってるっていう感じですね、うん、はい、うん、どんな感じで過ごしてるとかありますか。もうなんかサイモンサブローが座ってるであろう椅子に座って、まあ他にも依頼が来るかもしれんから一応まあそれを構えつつまあ留守番をしてるっていう感じですね。うんうん、了解了解。ではですね、事務所のテレビは先ほどから流しっぱなしになってまして、現在は天体に関する特集番組が放送されているようです。その番組によりますと、今晩からあさってにかけて数十年ぶりに土星と地球が最接近、最も接近する、そういう日が来て近づいているというような特集をやっています。晴れている地域ではきっと、素敵な天体ショーが楽しめるでしょうといった内容でしたね。んー、じゃあ土星が結構綺麗に見えるんかな。うんうん、あなたは土星について何らかの方法で調べてみてもいい。まあ、天文学とかが一番わかりやすいかな。自分の知識にあるかどうかは天文学って感じ。天文学。天文学。ゴー。ります。ゴー。あります。はい。まあ悪くないんだけどな。まあ土星綺麗なんかな。そうですね。まあ綺麗なんか、でももう天体望遠鏡とか持ってへんしなぐらいの感じ。はい。まあその他の手段特になんか調べたりとかしないのであれば、それだけぐらいですかね。まあ星にはそこまでっていう感じなんで、わ、うんうん、かりました。ではあなたがこう星綺麗なんかなみたいな取り留めのないことをぼんやり考えてますと、タイムが鳴ります。どうやら来客のようですね。はい、出ます。はい、玄関の扉を開けるとそこには
黒いスーツに身を包んだ男性が3人立っていました。男の1人が口を開く。彼らは、この探偵事務所で人探しの依頼をするために訪れたようですね。ここが、なんだ、サイモンサブロー探偵事務所。あ、そうそう、そのサイモンサブロー探偵事務所で合ってるかな。あ、まあそうですけど、どうされましたか。ああ、何、依頼のために来たんだ。中へ入っても。あ、どうぞどうぞ。あいにく、あの、サイモンサブローは他の依頼で今いないんですが。ああ、そうなのか。はい。では今は依頼を受けられる状態ではないということか。いや、あの、自分も依頼受けたまってるんで。そうか、まあならそれでもいいか。はい。男たちはまあ中に入ってくるでしょうね。じゃあそっとお茶を3つ用意して、ああ、しょうがないね、まあすぐ終わるから。この真ん中の男性がこうソファーに座りまして、はい、後ろの2人はその後ろで立ってるみたいな感じですね。で、今日は人探しっておっしゃってましたけど、誰をお探しですか。ああ、そうだな。だがまあ、まずは報酬の話をしよう。報酬の、はい。はい。というと、この後ろの2人なんですけど、そのうちの片方がスーツケースを持ってまして、そのスーツケースを机の上にドスッと置きます。で、パカッと開いてあなたに見えるようにくるっと回しますと、そこには札束がぎっしり詰まってますね。こんなに。あ、前金で1000万。依頼完遂でさらに2000万だそう。合計3000万ってことですか。そうだな。あ、まあ成功したらの話だが。はあ、一体どんな内容なんですか。ああ、まあ何、それほど難しいことではないよ。簡単な人探しの依頼だ。と言って、待ってね。まあ、ただ、詳しい内容を話すのは、依頼を受けてくれるという返事をもらってからだ。というと、こう、膝にこう、肘をついて、こう、組んだ腕の上に顎を乗せます。なるほど。依頼を受けて。この依頼受けてくれるかな。まあ、サイモン・サブローも帰ってこんしな。このまま、依頼主を返すわけにも。まあ、あいつと言ったら、まあ依頼をこなすのもそんな難しくないやろ。いいでしょう。その依頼受けさせていただきます。そうか、わかった。というと、男はスーツの内ポケットから1枚の写真と鍵のようなものを取り出して机の上に置きます。写真に写っていたのは、15歳ぐらいの少女のようですね。ともう一個鍵。ちょっとね、鍵と少女の写真を取り出します。依頼の内容は、この写真に写ってる少女を、できるだけ早急に見つけ出すことだ。それでなんだが、まあちょっと信じがたいかもしれない話をするんだが、この少女の、はい、首の裏には鍵穴のようなものが存在している。鍵穴、普通の人間じゃないってことですか。まあそこはいいだろう。でこの少女を見つけたらその鍵穴に、こっちの鍵を差し込んでくれ。差し込むと、差し込んだ後は、指定する住所まで連れてきてくれ。住所は写真の裏に書いてある。なるほど。夏目さんはこの写真を右クリックして、非公開にする。はい、非公開に。はい。おっと、写真の裏が見れます。ここに住所が書いてありますね。なるほど。で全体公開にするとまた購入戻ります。まあそれだけだ。簡単な依頼だろう。なんかこの辺で見かけんくなったとかそういった目撃情報みたいなのは何もない感じですかね。まあそうだな。まあだがこの街の中のどっかにはいるはずだ。なるほど。我々でも探したんだが、まあ、時間が経てば経つほど捜索範囲はどんどん広がっていってしまうからな。なんていうならば、まあ、ね、まあ分かるだろう。なるべく早めに、そうですね、見つけ出したいは、まあ、山々なんですが、あいにくこの雨なんでね、なかなか難航する可能性もあるんで、いつまでに見つけなきゃいけないとかあるんですかね。ああ、なるべく早くだ。なるべく早く。わかりました。そうだな。なんとかして探してみせます。
この依頼は、君以外のところの、人探しの仕事をしているところにも順番に回しているんだ。成功報酬は連れてきた者に渡す。つまりはそういうことさ。ライバルみたいなのもおる感じか。うん、そうだ。成功報酬が欲しければ、なるべく早く必死に探すことだな。まあそうですね、依頼人の、そうですね、探し人を探させていただくんで、まあ精一杯やらせていただきます。うん、ああ頼むよ。はい。と言って、夏目がこれ以上なんか質問したりとか判定したりとかする気がないのであれば、こいつらはこのまま帰りますが。すいません、うん、一応念のためなんですが、連絡先などいただけたりしますかね。連絡先か、うん、いや、うん、まあいいか。じゃあメモ帳を一枚ビリッとちぎりまして、シャラシャラシャラっと書いてあなたに渡します。ありがとうございます、うん、それでいいか。そうですね。あとこの少女の大体の身長っていくらぐらいなんですかね。身長か、身長は大体これぐらい、これぐらい、なんか15歳の少女ぐらい。まあ大体これぐらい、これぐらいってこう手で表してくれます。あったらみたいな感じですかね。うん、そう、まあそんな言うほどめっちゃ小柄でもめっちゃ大柄でもない。なるほど。まあ目立つ髪色と目の色をしてるし、服装も多分この写真の服だから、まあ見たらわかると思う。そんな何人もいないだろう。うん、胸だけか。なるほど。あ、まあ、よし、わかりました。まあ、うん。じゃあ我々はこれで。はい。じゃあ男たちはそのまま立ち去っていきました。手に入れたグッズはここら辺に置いておきますね。いや、ありがとうございます。いつでも好きな時に確認してください。はい。さて。じゃあ依頼人は帰っていきましたけど、あなたはどうしますかね。あ、そうだ、じゃあこのタイミングでメールが届きます。ピコーン、ニャインがニャインって言います。あ、ごめん、台風で足止めされて帰れそうにないから3日ぐらいなんか自由にしといてって。まあサイモンサブロおらんけど一人頑張るか。了解って返します。はい。では了解と返そうとしたぐらいで、急に圏外になります。あれ、県外？あれ、さっきまで繋がってたはずやのに。うん。同時にテレビもダダダダダってノイズになってしまいました。あー、なんか Wi-Fi おかしくなったんか？ルーターとか見てみます？見てみます。はい、ルーターまでも来てなさそう。はあ。じゃあなんかおかしな電波でも放ってんのか。まあそんな気にすることもないやろ。まあ雨とかの影響もあるしな。うん、うん、あんまり深く考えずに、うん、そのうち治るだろうっていう感じで、うん、では、依頼を受けましたが、あなたはどういう感じの行動をしますか。まあまずは鍵ちょっと気になる形してるんで、うん、そうですね、結構気になる形してますね。調べてみます。持ち手の部分の形が、まあ、英語の K に見えなくもなかったりとか、うん、そうですね、いろいろあるんでちょっと詳しく見てみようかなと、うん、はい。鍵が、どういう意図のものかを調べるためには電子工学の判定が必要です。材質を調べるためには化学とか地質学とかが必要です。ほー、まあ、それ以外にも何かしらなんかアイディアがあればそれいいねって思ったら採用しますけど。まあ軽くこう机にコンコンコンって叩いてみて、はい、結構硬そうな音しますね。まあ見た目まんま金属なんでね。金属っちゃ金属。そっかそっか。噛んでみるとか。あ、ちょっとあの舐めてみようか、誤飲防止用にちょっと舐めてみようか。舐めてみます。じゃあ舐めてみると金属の味がしました。まあ、じゃあ聞き耳の味覚判定でクリティカル出したら材質分かってもいいよ。え、聞き耳ですか。聞き耳でクリティカルしたら材質分かってもいいよ。ちょっとじゃあこれはって
よいしょ。なんか、惜しい。じゃあペロッ、これは生産カリって思いました。死ぬやん。そんなことはないですけど。よかった。ただの金属か。まあ、鍵はそんな感じですかね。そうですね。鍵に対してはこれぐらいですかね。うん、あとは、うん、この写真の背景にどっか見覚えがないか。背景は特にないんですけど、まあ、写真術の技能に成功したら何かしら分かるかもしれません。持ってね。失敗したら可愛いなって思います。ハンブルしたら破ります。あ、うわお、これ写真術って初期値いくつでしたっけ。 5% ぐらいじゃなかった。じゃあ5で振ります。お、いけ。ちょっとクリティカル出さないと情報出ないのやばいな。写真ちょっと、あ、10パーもありますよ。あ、10、あ、惜しい。あら、だとして惜しい。はい、いやー、なんか結構可愛いなって思いました。うん、大きいな。はい、大きいな。15、6歳ぐらいに見えるけど、主は大きいな、可愛いなって思いました。主は大きいな。しっかりしてらっしゃる。娘さんはロリコンと。なるほど。まあ、あ、そっか、県外やから後ろの住所を調べることもはいできますよ。一応その後ろの住所を検索かけてみる、うん、どうやって。県外やしな。探偵事務所なんで、はい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 、なんかそのロードマップみたいな、あるかもしれませんね。赤切市の地図があると思うんで、うんうんうん、それを目星で探す。なるほど。ああ、目星でもいいですし、幸運プラス30とかでもいいよ。ああ、目星、幸運プラス30、図書館、どれか好きなのでいいですよ。じゃあ、幸運30が高いんで、85歳。85にプラス30。じゃあ、全然ありそうだと思いました。15で振ろう。よし、いきます。前輪の地図とかね。よいしょ。おー、オッケー。じゃあ、マップ出します。お、マップとしてはこんな感じ。ちょっと一旦探索者には左に置いてもらって。キャッ。これが赤切市のマップです。あなたたちが行動できる場所みたいな感じですね。で、それぞれの駅に名前が書いてあるんですけど、まあ別にこれ全部使うわけじゃないです。まあちゃんと、なんだろう、例えば目的がないのにとりあえず病院行きますかみたいなこと言っても特に何も出ないと思ってください。うん、あと理由があった上での行動するしないと情報は出にくいですね。例えば図書館に行ってやみくもに調べますとか言っても特に何も出ないです。なるほど。で、現在地がここ、赤切駅のちょっと横入ったところら辺にある、1階が喫茶店、2階が探偵事務所の建物にあなたたちはいます。うんうん、で、写真裏の住所は、まあ、大体この辺ですかね。公園近く。自然公園内ですね。中ですね。中にあるんか。自然公園。を指してるなってことがわかるでしょう。なるほど。うーん、まあ探偵事務所からそんなに近くはないんか。まあ一駅だから、まあ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 近いっちゃ近いって感じぐらいですかね、うん、はい。ではどうします。早速調査、じゃあそうですね、そこら辺の、ある程度調べ物が終わったあたりで雨が止みます。お、うん、まあ調査に出るならちょうどいいタイミングかもしれませんね。よし、じゃあまあ捜索ついでに一旦この住所周辺を調べてみるか。うん、ということで、自然公園の方に、向かいます。はい、では、夏目くんは、探偵事務所を出て外へと出るでしょう。同じぐらいのタイミングで、下の喫茶店にいた人たちも、まあちょうど雨が上がったので、いや、まあいいタイミングだし、いい時間だし、そろそろ出るかなって感じで外に出るでしょう。まあ椿さんも今日なんかやられた台風だからこれ以上客来ねえだろうと思って一旦店閉めるかみたいな感じで外に出たことにしてもいいですか。はい。はい、閉めます。では、ちょうど喫茶店の前ぐらいで、全員が合流することになります。であなたたちがそれに気づいたのと、ほぼ、同時ぐらいですかね。あ、まあそうですね、全知識とかリアルアイディアとか振ってもいいですよ。なんで急に雨が止まったのか。うん、これって言ってもいいですか。真ん中にいるんで、
影響を受けない、うん、はい、あなたたちはそうですね、まあ、台風もしかしたら台風の目に入ったのかなみたいな感じのことを思うでしょう、うんうん、まあ、外に出るなら今がチャンスですね、といった感じで皆さんは外へと出てきました。はい、今は台風の目の中です。先ほどまでの雨は見ての通り止んでいる。なんですが、何やら違和感があります。その違和感の正体は突然止んだ雨ではない。その違和感は目線を上げるほどに強くなっていく。あなたたちが揃って空を見上げた。その先に広がってるのは当然青空のはずでした。しかしそこにあったのは、浮かんでいたのは空を覆い尽くすほどの球体、それに付随する輪のようなものまで見えるようだ。その惑星の形状に誰もが見覚えがあった。先ほど探偵事務所でテレビを見ていた探索者は特に記憶に新しい。しかしまさかそんなはずはない。自らの目を疑うだろう。だが何度目をまたたかせてもその光景は現実として目の前に広がっている。その空を覆い尽くすあってはならないシルエット、それはまさに土星。土星なのだ。それもあんなに大きく巨大に、太陽系で2番目に大きい惑星があなたたちのすぐ目の前まで迫ってきているように、あなたたちの目には映ることだろう。全員、産地チェックが入ります。来た。あら、土星ちゃんが落ちてきてるわ。何あれ。びっくりね。うわー、失敗した。あら、見えた。見えた。よし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 。こんなことってあるのね。調子がよろしい、はい、成功した人、はい、成功した人は 1D6 点の産地現象なんですが、はい、天文学の数値を10以上所持している場合、はい、プラス2点減少します。天文学5しかねー。おー、すげー。1D6 だけですね。1D6 じゃあ、振ります。はい、 D6 わお、わあ、5点減った。マジか。うわー、えぐい。はい、では5点減らして、ここで一時的発狂に陥る可能性があります。一度に5点以上減少した場合は、はい、夏目くんはアイディアの判定を行いまして、アイディアの判定に成功してきた場合、マジで土星が落ちてくると思ってパニックに陥ります。おい、空気読めよ。空気読めよ、夏目ゆうすけ。空気読めよ、ダイス。お前は夏目ゆうすけだ。ああはい、じゃあ内容は後で決めましょう。まあ、はい、多分硬直かな。あの、目が離せなくなって体が動かなくなります。では失敗した皆さん、はい、はい、2D6 点の減少です。それに加えて、もちろん天文学が10以上ある場合はプラス2点減ります。 2D6 プラス2です。 2D6 プラス2、天文学のプラス2。わあわあわあ、いやー、オーケーオーケーオーケー、優しい優しい。落ちてきちゃった。どうしよう。うわそっか、天文学なくてよかったんか、この場合は。そうね、みんな天文学10以上あるから。よかった、5点でよかった。ね、全員発狂しちゃうよ、これ。ちょっと、大丈夫。女性に詳しくなかったから。はい。では、一度で5点以上減った人はアイディアを。全員。よーし。ほら。なんで50代の人だけ成功してんの、おかしくない。おかしいやろ。うわぁ、成功してしまった。やばすぎ。これ成功しない方がいいやつなんだけど。あれ12ね。あ、ここで。あー、成功しまった。一気にやったわね。はい、アイディア、アイディア。アイディア、アイディア。頼む、こうさん。あ、わあ。あ、ナイスよ、もーちゃん。すごいわ。はい。じゃあ、ヨシウオ以外は全員、頭上の土星にもう、目が奪われてしまって、もうなんか呼吸も忘れて見入ってしまってますね。あら、綺麗。そういうテンションじゃねえと思うけど。パンチ減らすときは、ちょっと待って。うん、
このまま。これは土星。なぜ一体。土星よ土星って言うね。うん、少なくとも誰より言ってるタイミングではない。はい、ではですね、ここで PL 向けなんですけど、三角関数を用いたこう距離の測定方法みたいなものがありまして、はい、それを応用したもので、五円玉を使った、今回のなんだろう、ちょっとした科学実験みたいなのがあるんですけど、はい、土星の直径の大きさが分かっていれば、その五円玉の真ん中の穴の直径と土星の直径の大きさが分かっていれば、こう目からの距離を合わせることによって、なんでしょうね、こう距離が測れるみたいなやつがあるんですけど、それを応用して、こう五円玉を片手に持って目の前に掲げて、どれぐらいの距離まで持っていけば、その五円玉の輪っかのサイズが今探索者が見てる土星と同じサイズになりますよみたいなのがありまして、現在はだいたい5センチぐらいですね。目から5センチぐらいまで離した五円玉の穴の大きさと、PC たちが見ている土星の大きさが同じぐらいです。でかすぎるわ。でかすぎるな。だいぶでかいです。まあちょっとね、次の休憩時間にでも五円玉探してみてください。わかったわ。はい。はい、それはさておき。さかなクン産地下げなきゃ。うん、そうですね。産地は皆さん、おのおの減らして。駒を自分のこの左側にずらーっと並んでる駒の自分の駒を一回クリックしますと、はい、HP、MP、3って書いてあるところのデータの横に上矢印と下矢印があると思うんですけど、うん、3の横の下矢印を減少した産地分、9回分、カチ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 ってやってもらうと、9個落ちて残り71になります。じゃあ、それ HP だ。また HP だ。危ないわ。ちょっと死ね。瀕死よ、瀕死。急に死にそうになってる。危ない。産地かですか。産地を9点減らしてくださいね。トリゴリ削れる。そうね。ありがとうございます。はい。ではですね、今回発狂しなかった。正気の判定に成功した探索者は冷静に見られるって書いてあるけど、発狂してるからダメだから。はい、ウオちゃんだけね。ウオちゃんは3チェック失敗してるので、驚き戸惑ってますけど、まあ、発狂まではしてない。うんうん、で、今回発狂した4人は、この土星から目が離せなくなります。ここでクトゥルフの選択ルールに強靭の洞察力というものがありまして、まあ、簡単に言うと発狂した時、発狂した対象について何かしらなんかこうビビッと感じるものがあるかもしれないみたいな判定なんですけど、うんうん、全員アイディアを振ってもらいまして、アイディアに成功すると何かしら分かるかもしれません。ダメだわ、何も分かんない私。成功。さらにアイディア。いやー、ここで失敗するな。はい、では成功した、亡き椿さんと夏目さんは、そうですね、恐れのあまりその光景から目が離せなかったんですが、土星の周辺に何やら謎の文字とか記号とかがまるで魔法陣のようにうっすらと浮かんでることに気がつくでしょう。ちょっと待ってね。お二人はですね、1D3 振ってください。1D3。3。1D3。2。すごいな。ではですね、椿さんは、その周りの周辺の数字の一つが、現在時刻が表示されてるなってのがわかります。はあはあ、で夏目さんは、そのうちの一つの数字に、ちょっと待ってね、どこかな、これだ、1,2,1,3,8,0,0km って書いてあるのがわかるでしょう。1,2,1,3,8,0,0km って書いてありました。はあ、土星が土星と地球までの距離かじゃないこれ、まあ数字が書いてあったなってだけで、まあ、それが何を示すかまでは分かんないかもしれませんがね。なるほどなるほど。はい、ではそんな折に、ですが、空の不可思議な光景が長く続くことはありませんでした。雨雲は勢いよく流れて、すぐにそこに浮かぶ異常な球体を覆い隠した。どうやら、台風の目は移動していったようです。
思い出したかのようにポツポツと降り出した雨はほどなくして豪雨となる。その時に、ああ、まあそうですね。空を見上げていた探索者。誰がいいかな。まあ、くるみちゃんかな。あら、何？くるみちゃんに、通行人の一人がぶつかります。ドスンって。あ、ごめんなさい。あら、大丈夫？どうしたの？そんな、前見て歩きなさい。ごめんなさい。なんか、本当、その、まあ、ごめんなさい。ごめんなさい。大丈夫よ。大丈夫。気にしないで。私がでかいのが悪いのよ。はい。ぶつかったのは少女のようです。年齢は15歳ほどだろうか。彼女は、まあ、ぼうぜんと見上げてねえな。そうですね。こっちで心配してきた、くるみちゃんに、ありがとうございます。ちょっと私、急いでるんで、急いでます。急いでるって。何この。あたりをキョロ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 っとして、うん、すぐ隣にあった喫茶店にタタタタタって入っていきました。あら、今、つばきちゃんいいの？そこ。つばきちゃん？そこ。くるみちゃん、ね、何？でなんかもう私もわけわかんなくて幻覚見てるかもしれないんだけど、なんか、はい、閉めたお店にちょっと今女の子入ってたように見えたんだけど違うかしら。鍵までは閉めてなかったからね。あら、はい、そういう話をしてる間にもすでに豪雨がまた降り始めてまして、あらやだ、あなたたちはぐしゃぐしゃになることでしょう。つばきちゃん、もうちょっとだけ雨宿りさせてもらってもいいかしら。ちょっと今そう外出たくないのよ、怖いから。ちょっと中に入りましょうか。あら、夏目さんもいらっしゃる。見ますね、隣にいますね。ぼーっとお邪魔させてもらってもよろしいでしょうか。あら、いい男。夏目さんもどうぞ。ありがとうございます。こんにちは。ちょっとお邪魔させてもらいます。はい、わけわからず喫茶に入ります。はい、はい、ではあなたたち5人とも入るでよろしいね。はい、okay、 はい、はい、じゃあ5人は再び喫茶店の中へと戻ってきます。ぐるっと見渡しますが、まあ一見すると特に誰もいないように見えますね。あら、あれ、やっぱ私幻覚だったのかしら。やだ、ちょっとわけわかんないもの見ちゃったから。とりあえずみんなにタオルとタオルを用意して、コーヒー入れるわねって言って、はいはい、準備します。はいはい、じゃあそういう準備をしてますと、ヘクチって声が聞こえます、どっかから。あら、かわいいくしゃみだ。あれ、ちょっとウオちゃん。あ、ごめんなさい。ナスメちゃん。ああ、かわいいくしゃみすんのね、あんた。いや、ずいぶん濡れちゃったんで。そうですね、私がタオルで拭いてあげましょう。ヘクチー、ヘクチー、パクチー。そんなこと言ってないで、あんたたちじゃないでしょ。ほら、ちょっとどの辺から聞こえたのかしら。女の子っぽくなかったですか。はい、じゃあどの辺から聞こえたのかなと店の奥の方を見てみますと、机の下に頭突っ込んでお尻がこう、なんでしょう、はみ出してるなんか赤いスカートが見えます。あら、ほら、やっぱいるじゃない。頭隠して尻隠さずってやつやな。そこの女さん、いや、てんてんてん、誰もいませんよ。ああ、誰もおらんのか。そのせいか。なんだ、猫か。つばきちゃん、タオル借りるわね。ああ、うん、うん、うん。ひょいって掴んで、ひょいって掴んで、ぐいって出します。ああって言って、少女は引き出されます。風邪ひいちゃうでしょ、ほら。もう、さっさと拭くの。私まあ、隠れてまして、その、よく追いつけられましたね。完璧な隠れてた方だったと思うんですけど。って、ま、確かにちょっとあのね、私の洞察力のおかげでちょっと見つかったと言っても過言ではないわね。なるほど、どこにおるかわからんかったな。鋭い洞察力だったんですね。ゴミ捨てしました。そう、とりあえずね、風邪ひく前にほら、ちゃっちゃと吹くのよ。はい、ありがとうございます。みんなノリええな。はい、まあ夏目くんはわかると思うんですけど、写真で見た少女と同じ少女ですね。けどちょっとここは押し黙っときます。おー、うん、あ、すいません、タオルまで借りちゃってありがとうございます。いや、若い子が風邪ひいたら大変じゃない。あ、そうですね、風邪ひいたら辛いって聞きますしね。うんうん、でもさっきあなた急いでるって言ってなかった、うん、あ、そうなんですよ、なんかこう全身黒ずくめのスーツを着た怪しい男たちに追われてまして。あら、何それ、ドラマみたいね。ちょっと私もなんで追われてるのかよく分かってないんですけど、それでなんか現実にあるんやな、うん、よくわかんないですけど、なんか
どう見ても捕まったらヤバそうな雰囲気をビンビンに感じたので今逃げてるところなんです。それお父さんとお母さんには言ったの？お父さんとお母さんはそのあの いなくて。あら、いない。あら、あの頼れる大人さん、大人さん、大人ちゃんはいないの？もう大人ちゃんも特には。あら、身寄りがないのかしらね。そうですね、今すごく困ってまして。あ、キーパーすいません、はい、追われてる理由がわからないって女の子言ってたと思うんですけど、うん、それに対して心理学ってできますか？うん、できますよ。数値いくつですか？65です。65ね、ちょっと待ってね。私も55振りたい。自分も振ろうかな。あ、じゃあいくつ、いくつだ？私55よ。65の人はそうですね、あんまそんなこともあるかなって思いました。あ、次、55よ。あ、いいよ。55の人はあんまそんなこともあるよねって思いました。あ、そんなこともあるわね。あ、これ振っていいの？ね、心理学っていうのはキーパーが振りまして。なるほど。成功失敗は伝えずに探索者がどう思ったかの印象だけ伝えます。うん、なんでそれが75もお願いします。75、75、いや、まあそんなこともあるよねって思いました。これみんな失敗してるから。夏目51です。51、まあそんなこともあるよね。これ全員失敗した。まあそんなこともあるか。そんなこともあるわよね。いやだ、大変だったわね。みんな基準心理科を持ってんだ。うん、そうなんです、大変で、うん、あ、そうですね、頼れる大人ちゃんですか？どうしたの？いや、あのお兄さんと言えばいいのかお姉さんと言えばいいのか悩んでて。くるみちゃんって呼んで。なるほど。なるほど。くるみちゃんさんはそのなんか頼れる人とかってお知り合いにいたりしますか？私の頼れる人、うん、ちょっと追われてること以外でもまた困ってること別にもありまして。あら、そうなの？そうなんです。まあ私の周りには屈強な男たちいっぱいいるけどね。いや、あんたが一番屈強や。何よ、か弱い女よ。くるみちゃんさんが一番屈強に見えますけど。まあ確かに私はちょっと鍛えてるけど毎日ジム通ってるからね。あ、ジムに、あ、あれですか、あのジムバッジを集めにですか？あ、ゲームの方じゃないわ。あ、違うんですね。体をムキムキにしてるのよ。あ、ムキムキに。あ、それでそんなにムキムキなんですね。たしなみよ、たしなみ。ごめんなさい、とりあえず一個その追われてること以外で困ってることって聞いてもいいんかな？あ、まあ、そう、まあ、ちょっと待って、まあ、その前にお名前聞きましょうよ。お名前なんていうの？お名前ですか？お名前ですか？お名前はって言って、じゃあこうキョロ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 して、何がいいかな。とっさにあった本棚から。ああ、じゃあ椿の髪飾りを。そうそういうのをねやりたい。じゃあそうだな、何がいいかな。じゃああの吉尾の鉢巻きと椿の髪飾りを見て、にじり椿ですって言いますよ。にじり椿？変わった名前。私と一緒ね、私も椿っていうのよ。あ、そうなんですか。 かぶっちゃいましたね。じゃあ別のにしましょうか。あ、何でもいいのね、名前は。じゃあ私たちで決めちゃっても。あ、違います。あ、そう、あ、違う、あ、そう、あ、そうですね。あ、まあ、うん、で株、あ、株、じゃあつば、うん、何がいいかな。じゃあつぼみにします。つぼみです、言い間違えました。あ、つぼみちゃんっていうの？つぼみさん。なるほどね、つぼみちゃん、はいはい、うん、とりあえずね、びちゃびちゃに濡れちゃったからタオルでまず拭いて頭を、うん、でこうなんか甘いものがいいかな、なんか飲む？よくわかんなくて、そのおすすめをお願いします。じゃあココアでも入れようかしら。うん、でココア準備します。それでゆっくりしてる間に、信用って振れますか？何のために振りたいですか？そうですね、さっきからこう信頼感を求めてる感じがしたので、今の、ロールプレイの流れと一緒に信頼感上がらないかなっていう。ああ、いいですよ。じゃあココア出しながらするんだったらプラス30上げましょう。お、やった、100になっちゃうんですけど。あれ95ですかね。96以上はファンブルになります。あ、買いました。じゃあ90、めっちゃ信用持ってる。
え、95で振っていいですか。95で振ってください。はい、成功です。成功。じゃあそうですね、ココアをこう恐る恐る口につけたつぼみちゃんはこうなんかほって感じで息吐きまして、あー美味しいですね。つばきさん、はい、そうです、うん、ありがとうございます。なんかポカポカしてきました。あ、かわいい。あ、それでそう、困ってることなんですけど、うんうん、あのちょっと私人を探してまして。人を探してる、うんうん、赤切大学ってところに勤めてる樫田教授って人を探してるんです。その天文学の有名な学者さんでして、あ、もしかしたら皆さんもご存知かもしれませんね。ニコってします。聞いたことはありますね。天文あるの。天文学で判定どうぞ。はい、はい、別に知ったかするならしてもいいけど。あー、樫田さん、あ、聞いたことあるわ。よかった。はい、じゃああなたたち樫田さんね。やるじゃない。ではですね、あなたたち全員は、樫田教授誰それなりましたね。あれ、あのなんかめちゃくちゃなんか知らないけど、天文学には詳しくないけど、天文学の教授に関しては世界で一番ぐらい詳しかった夏目くんも。樫田教授という名前に心当たりはないですかね。あ、ダン君もなんか分からん、渡辺君も分からん、ね、天文学の教授をいくつか、有名な教授は名前は知ってるけれど、その中に樫田という人物はないということを知ってるでしょう、逆にね。ああ、なるほど。やだ、私ごめんね、全然知識ないからなんだけど、うん、ちょっと分かんなくて、樫田教授ちゃんって子がね。あ、まあ天文学って結構マイナーなところはありますからね、そういうこともありますよね、うん、そうね、うんうん、渡辺君とか知ってってた？いやー、樫田教授聞いたことないっすね、うん、いや自分ちょっと天文学者にはめちゃくちゃ詳しいんやけど、うん、あ、そうなんですか。天文学者だけにはすごい詳しい。そうなのね、すごいよね。そうなんですね。あ、じゃあ樫田教授のことも知ってるんですかね。いや、樫田教授っていう名前聞いたことなくて。あ、そうなんですか。それは全員の名前言えるんやけど、樫田教授だけは聞いたことない。じゃあ詳しくないじゃない。うん、あ、じゃあまた一つ今日賢くなれましたね。私も主人が天文学者だったけど、そんな方は赤切大学にいるのよね。そうですね、赤切大学の教授と聞いています。聞いたことがないけれど、最近の方なのかしら、うん、あ、まあご存命の方というか、現在進行形で大学に教授してる方なので、最近の方といえば最近の方ですね、うん、じゃあ大学にね、聞くけど、つぼみちゃんはその赤切大学の樫田さんとはなんかあのご縁があるっていうことなの？あ、まあそうですね、そのまあ言ってしまうと、まあ文通友達みたいな感じでして。あら、いいわね、文通、うん、実際だから実際に会ったことはないし、どんな感じの、 あのなんか容姿とかはわからないんですけど、その樫田教授に会うためにここまで来ましたので、会いたいんですけど、でもどうやってたら会えるのかが全然わからなくて、なんか変な人に追われるしで、今すごい困ってるって感じなんです、うん、あら、そうだったの。まあね、ここで会ったのもなんかの縁だし、うん、私送ってあげましょうか、うん、大学まで、うん、あ、本当ですか、助かります。そう、なんかね、変な男たち来たら私がやっつけてやるわ、うん、あ、ありがとうございます。一番屈強やん。 あんたたち男も守りなさいよ。僕も守りますよ。田辺くんも顔は聞くんじゃないかしら、大学だったら。そうね、まあ行ってみるだけ行ってみてもいいかもしれないですね。あ、分かります。ただあのそっとちょっと今その手持ちがなくて、そのお支払いできることが何もないのが心苦しいんですけど。大丈夫よ、私が出すわよ、今最近繁盛してんの。あ、繁盛って、何をされてる方なんですか、事務ですか。私はね、ちょっとバーの店長やってんのよ。ちょっとどういうとことかはね、まあ、ちょっとまだ若いからちょっと秘密にしとくけどね。バーというとあれですね、お酒を出してダーツをするところですよね。そうよ。
ああ、いいですね。こう、なんかこう、グラスでワインくるくるってして、こう、匂い嗅いで、うんって言いたいです。あ、そうね、それもありね。ちょっと大人になったら遊びに来なさいね。そう、草屋のね、カクテルがおすすめだから。草屋のカクテルってのが美味しいんですね。まあ、うーちゃんはね、それ好きで毎回頼んでくれるんだけどね。僕が作った魚で作ってるから美味しいよ。あ、魚を作ってるんで、魚って作るものなんですか？と、まあ、育ててるっていう方が合ってるかな。ああ、なるほど。見たことあります。こう、あれですよね。縁日で救ったやつを金魚鉢で育てるという噂の。まあ、それが原点かもしれない。まあ似たようなもんいいでね。す。他に彼女に聞きたいこととか話したいこととかありますか？どうしよっかな。これすみません、PL 発言なんですけども、ゆずきさん、夏目くんはもう特につぼみちゃんに対してなんかこアプローチしたりは特にしない。いやー、どうしよっかなって思ってるのよな。なんかいきなりその店に行って逆に信用を失うのもなっていうのはあるから、そう、ちょっと置いときたいんよなって思う。OK。じわかゃあ、りました。私が質じ問しゃようかな。あ、このココアっていうの見た目真っ黒なのに優しい味がしますね。かわいいわね、本当に。ココア知らないの？ココアス。あ、いや、もちろん知ってますよ。あ、でも、飲んだのはこれが初めてで。なんか、あら。飲む機会って意外となくないですか、ココア。そうかしらね。私は好きでよく飲むあ、か赤い。ら。あ、そうなんですか。子供の頃はよく飲んだかもな。ああ、そんな感じなんですね。私もだっおてこや？の店に来たら必ずココア頼むのよ。そうなんですそうね。ね。でも、つぼみちゃん、そう言ってるけど、ちゃんとご飯食べてるの？ご飯、まあ、人並みには？ってこう、すごい目がすごいあさっての方向向きます。ちゃんと栄養取らなきゃダメよ。自分でご飯作ってるの？いや、ご飯を作ったことはないですね。あら、そっか。じゃあ誰かに作ってもらってるのかしら？まあ、そんな感じですって、こう、なんか、もうマグロのように目が泳いでます。ちょっと違和感だけ感じますね。そういえば、会いに来魚たっさんは、てね、言ってたけど、どこから来たの？なんかこんな雨の中一人でね。ごめんなさい。まあ、そうですね。方向的にはあっちからです。こう、なんか、だいたい北、大雑把に北の方を指します。おお、あっちか。公園の方。あっちだったかなって、じゃあ次西を指して、あっちだったかもって、こう東の方指して、ああ、そっちごめんなさい、か。よくわかんないスーツの人から逃げてる間にどっちから来たかわかんなくなっちゃって。まあそうよね、一生懸命逃げてたらね。そもそも警迷察と子。かに行った方がいいのかしら。確かに迷子ってこと。まあ迷ある意味子そうなだのかしし、ら。何かに追われてるって、何か事件じゃないの？確かに。でも警察って頼りになりますか？ウルフの警察だぞ。っていうか、そなんもかそも連こう、絡したいけど県外なんじゃなかったかしら。そうそう、なんか警確察かって言っに。てそうもなんですよね。事件が起きたら一番最初に来るけど、結局後に来た探偵が全部解決していくイメージがあるんですけど。ああ、そうね、確かに。私もよく見るアニメで、なんかそんな感じだった気がするわ。そう。つむみちゃあん、となんなんか、か、あれ怪人ね。に、ま、怪人に真っ先に向かってけど、最初にやられて後から来たヒーローが全部救っていくみたいな印象があるんですけど。つむみちゃん、テレビ関係は強そうね。テレビ関係ですか？テレビとか見るの？まあ見ますよ。いや、最近だとマドマギとか見ましたね。面白かったですね。魔法まさ少か女の。になるやつよね。私もなりたいなと思って見てたそうわ、魔そう、法いい少ですよ女。ね、魔法少女。アニメ。でも魔法少女はいいですけど、ちょっとあの白いのとは契約はしたくないですけああ、ど。それはそうね。どっちかというと、砲撃の方の魔法少女の方がなりたいですかね、私。なんか可愛い衣装似合いそうね、あなた。ですね、いや、あれも。すいません、PL 発言なんですけど、夏目さんって最近、てか関東結構来てる感じですか？
そんなに来てないです。そのなんか地図調べたりしてたぐらいなんで、ちょっと、まあ、あのサイモンサブロとはよく仕事をしたりするんですけど、うん、そのカフェにも結構来てたってことで大丈夫？あ、まあサイモンサブロと一緒にその仕事場に寄ってるっていう感じで、うん、あ、まあ一応若干顔見知りでは、うん、あ、 OK です。じゃあちょっとその手で、うん、1個下抜きさせんだからな、寄るよな、ね、そうそうそう。で夏目さんにそっと耳打ち的な感じで、はい、うん、のこう警察とかは呼ばなくてもいいけど、なんかこう、ね、探偵だから、あのなんか対処とかってあるんですかみたいなことを耳打ちしたいです。あ、まあ一応あの夏目一応優秀な探偵であるんで、うん、その辺の警察関係者とはよく顔が利く方なんで、うん、まあ、うん、いざとなったら連絡、まあ県外なんで、うん、ちょっと難しいかもしれんけど、まあいざとなったら自分でもなんとかできると思うんで。じゃあ大学に連れてった方がいいんですかね。そうかな、一旦まあこの子の探しているその樫田教授っていうのを探してみるのも一つ手かもな、はい、っていうのと、ちょっとあのナキさんにだけちょっと打ち明けようかなと思います。お、了解です。じゃあ冒頭の内容を聞いたって感じでいいですかね。あ、そうです、あの黒ずくめの男とのやり取りで、まあ、鍵を預かってるのと、まあ、この辺に本拠地が公園あたりに連れてこいって言われていることをちょっと打ち明けようと思います。じゃあくるみちゃんたちがわちゃわちゃしてる間にその話を聞きました。ずっとわちゃわちゃしてる。髪の毛いい髪の色してるわねとか言って触ってますね。あ、そうですねって言って、こう自分でもつまんでみて、あ、いい色してますねって言ってます。じゃあ、まあそんな感じで楽しくお話ししてたつもみちゃんなんですけど、そうですね、一通り話し終わったら、まあココアとか飲んで体が温まったからってのもあるんでしょうけど、先ほどよりも少し疲れが顔に出てまして、うつらうつらとし始めますね。あらら、こっくりこっくり。あら、ずっと逃げてたし雨にも濡れちゃって疲れちゃったのかしらね。あ、大丈夫です、寝てません寝てませんよ、私を寝かせたら大したものですよって言いながらこっくりこっくりします。だいぶちょろそうやな。巨体なのにすごい優しくポンポンポンって頭ポンポンポンってしておきます、はい、あら、ポンポン、ああそれいいですね、あーって言いながら、じゃあ机に突っ伏して寝始めます。やー、あらららら、寝ちゃった疲れてたのね。やっぱ寝かせてあげるのがいいわ、しばらく。そうね、でもそろそろ大学にこのまま連れてってあげた方がいいのかしら、うん、あ、そうかもしれないわね、思うんですけど、外はもうだいぶ暗くなってまして、現在時刻18時ぐらい、まあ、大学に向かうことは当然できると思いますけど、はい、受付がもう閉まってるかもしれませんね、うん、あ、うん、学生とかももういないでしょう。そしたらうちでつぼみちゃんとりあえず預かるから、あの可能だったら大学の方に連絡取れないかしら。うん、行くだけ行ってみましょうかね。車もあるし。あ、そうね、車あるんだったらね。縦に分かれられますか。できますよ。じゃあ、うん、どういう感じにします。とりあえず椿は残って、つぼみちゃんの面倒を見ます、うん、の奥の部屋に連れてってお布団に寝かしてあげようかなと、うんうん、じゃあ布団に寝かせるとすや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 。じゃあ椿さんだけっていうのも心配なんで、くるみ沢さん、あ、もうくるみちゃんでいいわよ、ような人が、はい、くるみ沢さん、何かあった時はつぼみさんと椿さんを守ってあげてください。そうね、やっぱもう女子会やりたいわよね、やっぱこうなったら。ココアパーティーでもやってください。そうね、私がもうこの二人のことは守っておくから、ちょっと行ってきてくれる？女子会？女子会よ。じゃあちょっと男三人衆で大学周辺の調査でも。そうだね、しに行くか。そうしましょう。はいはいはい。じゃあつぼみちゃんとくるみちゃんとつばきちゃんは、この場に残って、3人は、どうやって移動します？渡辺くんの車で。なるほど、では渡辺さんの車で移動しようとします。
はい、はい、なんですが、まあ、外出たら分かるんですけど、赤城市の路面は台風によって浸水被害を受けてます。車で移動するのはもしかしたら道がつながらない可能性があります。雨の被害は目に見えて明らかでして、場所によっては浸水しているため目的地まで移動するのは難しい可能性があるでしょう。あ、じゃあ途中で魚さんの船に船に街の中を船で走るな。そこまでスピードしてないわ。電車は動いてるんじゃないかな。はい、かな。そうですね、まあ、ここのすぐ後ろが駅というか高架があるんですけど、そこがガタンゴトーンガタンゴトーンって言ってるんで電車は動いてるみたいですね。お、うん、電車は動いてるみたいし、それで行くしかないかな。うん、うん、そうですね。行くだけ向かいますか。行くだけ行ってみましょうかね。行ってみようか。はい、じゃああなたたちは赤城大学に行くだけ行きました。お、行きましたけど受付も閉まってるし門閉じてるし学生もほとんどいないから、まあ、めぼしい情報を得ることはできませんでしたね。まあそうよね。うん、まあ翌日もう一回来ることにはなるでしょう。いや、まあ、なんか ロールプレイとかしたければしても大丈夫ですよ。うん、いや行ったけどこれ閉まってますね。しかもなんか受付の人もおらんし周囲に人もおらんし、あかんなこれ。インターホン押しても反応はないな。そうですね、これだけ台風だと。まあ暗いし、もうもう、ああもう夜ですし、誰もいないかもしれないですね。まあ出直すとしましょうか。そうするか。そうですね、はい。ではあなたたちはおのおの拠点へと帰ることになるでしょう。どこに帰ります。いや各地の家でもいいし集まっててもいいしって話ね。あー、喫茶店に僕戻りたいです。うん、喫茶店も探偵事務所も空いてるしね。両方家主が今 PL 内にいるから。うーん、はーい、喫茶店で一日過ごす人。はーい。じゃあまあ自分もサイモン三郎が帰ってこないんで喫茶店にいます。あ、自分も喫茶店に行きます。はい。宿に。はい。はい、全員喫茶店に戻ってきました。あら、お帰り。あらあらあら。ただいま。どうでした？いや、誰もいなかったですね。あら。ですよね。さすがにね、夜だもんね。うん、じゃあ出直すしかないですかね。そうですね。うん、とりあえず皆さんお家帰れますか、この雨の中で。いや、私新宿まで帰んなきゃいけないからちょっと無理ね。じゃあ雑魚寝でよければ、あの奥の部屋いくつか空いてますけど。あら、やだ、いいの。あ、もう全然、私一人だし。じゃあちょっといいですか。じゃあもう泊まってて、女子会しましょう。女子会。と僕は違う他の部屋借りるので。私メイク道具持ってるから。ほら、メイクしたら女になれるわ。 あんたも男性陣は探偵事務所でも全然開けてるんで。あそうしましょうかね。お借りします。男性陣と女性男性真ん中。どないしょ。私は一緒で大丈夫よ。間取って、あの2階と1階の間の階段で。あんた寒いわよ、そんな。でもつぼみちゃんもいるし、なんか変な人が来てなんか追われてるとか言ってたから、ね、うん、1人いてくれると助かるんだけど。なんかあったら私がなんとかするから、私ちょっと女カウントでいいわよ。そうって自由に帰れるもんだったっけ。じゃあまた同じメンバーで。そんな感じで。はい。ではですね、くるみちゃんはこうベッドにこう布団にもぞもぞっと入ってこう仰向けでせやーっと寝てますけど、夜の間にやっておきたいこととかありますか。例えば情報共有とかなんか調べ物とか。うん、なければもう
就寝することになりますね。自分の荷物を、枕元に一応置いておきたいです。はいはい、いいですよ。車以外なら、車以外なら車は外に置いてますこそこそ椿ちゃんとこの子どうしたのかしらね、どうしたらいいのかしらねみたいな話してようかな。なきさん、あれなんか、あれ、あ、ごめんなさい、 PL 発言って。はいはいはい。あ、いや、やっぱ何でもないです。おい、はいはいはい、あ、鍵って何でしたっけ結局。鍵は、夏目くんが、味はついてないし、夏目くんが黒服からもらったやつで、写真の少女を見つけたら少女の首筋の裏のところに鍵穴があるからそこにさせって言われてましたね。ああ、じゃあ寝てる間に鍵穴あるかちょっと見てもらってもいいですか。アピールとして。ああ、そう。トイちゃんは現状こうなんか仰向けで寝てますから、ひっくり返してみなきゃいけないことにはなりますけど。ああ、そっか、普通に起こすかもしれませんね。ああ、じゃあ、あれか。うん、まあ今日一日はちょっと一旦何もせずに様子見で、ちょっとじゃあ、まあ魚さんと渡辺くんにも、まあ今回のその依頼を受けた件の内容はちょっと伝えようかなと。あれ、私だけ知らないちょっと、いや、なんか一人ぐらい知らん人がおるのも、はい、純粋なね、そう、純粋に守ってくれそう、分かったわよ、純粋に守ってくれ感じがするから、ちょっとまあその辺も含めて、まあ男同士でちょっと情報を共有して、ね、まあこういう鍵を受け取って、実は探し、その黒ずくめたちから直接依頼を受けて、頭金今1000万受けてるっていう。ちなみにその1000万ってどうしてます？今はアタッシュケースごと置いてきました。そう、探偵事務所にちょっと置いてます、アタッシュケースごとそのままボンと置いてます？ボンと置いてますまあこれが実際の頭金でって1000万入ってるんやけどってえ、これマジで現ナマかよって、いや、見ながら、うん、嗅いでみてもいいですか？嗅いでみてもいいですか？まあ、嗅いでみてもいいないし、それはいいけど。どうぞ。あ、じゃあ、聞き耳で嗅いでみます。目星じゃないかなと思うけど、まあいいよ。あ、じゃあ、ちょっと目星振ってみます。あ、どうぞ。おお、いらない。何が分かるの？くんくん、くんくん。じゃあですね、ちょっと待ってね、どこ行った？はい。ではですね、渡辺はこの札束に何らかの違和感を覚えることでしょう。うん、なんですが、どれだけよく見てもそれ以上のことは分かんないですね。まあ渡辺は確信まで言っていいと思うんですけど、まあ、どう見ても普通のお金にしか見えない。高橋とかもちゃんと入ってるし、番号も全部違うし。でも違和感がある。でもなんか違和感があるような気がしないでもない。感覚的には違和感があるけど、理論的にはどう見ても本物のお金って感じ。偽札とかじゃない？そんな、ああ、札買いで。いや、なんかこの金、偽札かなとかなんか思ったりとかしてたんやけど、なんかちゃうな。でもなんか違和感あんねんな。へえ。なんやろ。なんか違和感。これ。なんか、わし金がめついからさ、そうなの、嫁に財布握られてるからさ。ああ、なるほどな。そうなんですね。でもこんな大金持った暁にはって感じじゃない？ほんまやなーって言って、ちょっと1枚懐に入れますはい、じゃあちょっと1枚懐に入れました。その手に向かってちょっと拳を振ります。じゃあ見えとるやないかい拳いきます。でもいいよ。はい、叩き落とします。あ、盗まれた盗まれた。ところにいる速度が予想以上に速かったです大丈夫、借りるだけやから。まあ、まあ、なんか違和感あるっぽいしな。またなんかあったら教えてくれよ。わかった。あ、じゃあちょっと2人おるんで、
確か鍵調べるって他に知識入れましたよね。ああ、どんな鍵かは確か電子工学だったかな。電子工学。初期値は 1% です。1% でも俺はそこに可能性があるなら振ってみるぜ。先に言うとしな。じゃあ振ります。はい、ほら、うわあ、ハンブル来たか。鍵を見ててファンブルしたということは手がつるっと滑って、どうしようかな。じゃあ幸運振って失敗したら窓から飛んでいきます。よかった。じゃあ窓の横の窓のこう枠のところにカツンと立ってコロコロっていうかに転がりました。危ない。何してんねん。もうよ余計なことしません。すいませんでした。お金取ったり鍵飛ばしたり。ごめんなさい。さっきの一番貸してもらうからな。余計なことしません。落ち着いてください。出せ1万円返してもらおう。はい、すいません。返しません。返しません。すいません。ごめん、やつやな。なお金困ってるんですか。いやちょっとね、うん、嫁が怖いから、ね、小遣いも少なさそうやし。あ、そうか。とりあえず鍵落としたことは謝ります。でもお金は返しません。なんやこいつ、なんだこの人。まあ1枚ぐらいええやん、こんだけはたくさんあるんやから。しかも何聞いてるところによると2000万もらえるんやろ、追加報酬で。あの子差し出したら。差し出したらやけど。でもさすがにこの流れで差し出すはできひんと思うな。多分なんか話聞いてる限り、あのどっかのお嬢さんっぽくないですか。わかんないですけど、ほんまに人間なんかもちょっと怪しいけどな。ああ、そうか、首に鍵穴が。そう、鍵穴って言ってたくらいだし。これは本当にあるんですか。いや、見てみんことにはわからんけど、ちょっと確認は明日とかはした方がいいと僕は思いますけど。せやね、確認、うん、ね、うん、ちょっと、うん、じゃあ夏目一回喫茶店の方まで寄って、うん、あの泣きさんに、はいはい、髪の毛を言ってあげるわみたいな。あ、私それやろうとしてた。そう、流れからちょっとあの首筋ちょっと見てもらわれへんかっていう、あのことづてだけしてきます。はいはい、私やろうとしてたのに。あ、どうせやからお風呂とか入ったらええんちゃう。あ、気づきましたか。一緒にお風呂入るか。あ、まあ、まあんたダメよ。あんたダメに決まってんでしょ。私と入りましょうよ、夏目ちゃん。いやー、ご離婚しか結構やわ。それは結構やわ。まあその辺をじゃあちょっと泣きさんに頼もうかなと、うん、じゃあちょっとそのついでに、あの夏目さんが来てくれたのとついでに、あのつぼみちゃんが、うん、ここに来たタイミング、はいはい、の時の現象の話を少ししたいです。そうですね、それはするべきだと思いますね。確かに忘れてた。じゃあちょっとその話をするっていうので、あの探偵事務所からちょっと2人連れてきます。混ざるな。よし。じゃあ一旦喫茶店で会議。会議、はい、全員会議でいいのかな。全体会議、まあここは全体会議で、じゃあもうくるみちゃんも知る感じでいいのかな。くるみちゃんは今、くるみちゃん、あのつぼみちゃんのことに関しては あの黙ってます。ああ話さずに、じゃあ髪を言ってみたいなのを先に身内してもらって、うん、で、あ、そうそうそう、でちょっとみんなに相談したいことがあるっていう話で持ってきたって感じで、うん、あの変な現象、うん、もう怖すぎて私忘れてたわそれ。そうですね、僕も船が心配になって。さっきその変な現象があった時に多分みんな土星みたいなのが見えたと思うんだけど、うん、そうね、私そのずっ
びっくりしすぎちゃってずっと見てたら近くに今の時間みたいなのが見えた気がするのよね。時間、うん、なんか周りにボワボワってなんか見えたんだけど、ここに文字みたいなのがあってそれが時間だったと思うの。誰か他に見たものとかないかしら。あ、それやったら俺も一応見たんやけど、うん、なんか数字が書いてあって、それはナキさんが言ってた現在時刻とかじゃなくて1213800km、なんか距離みたいなのが書いてあったよな。あら、距離、え、地球と土星ちゃんの距離とかってこと？多分そうなんじゃないのかなって。天文学で判定をしてもいいですよ。天文学だ、天文学でーい。5。分かったわ。あー失敗。おー、やるやん、かっこいい。ここで出すんかい。おーすごい、エビが振ってる。私も振ろう。エビ振ろうから、ちょっと待ってね。フリットカードは夏目って何だっけ、なんか面白い。あ、成功しちゃった。面白い技能はねえな夏目。あ、さすがに貼っちゃったわ。で、じゃあそうですね。じゃあ夏目はふと思い浮かぶことがありますね。はい。うん。でもポケットに五円玉があったな。これ土星の正確なサイズが分かれば、この五円玉使えば今のこことの土星との距離測れんじゃね？ってことが分かるのと、あとその1230とか言ってたけど、はい、もしその距離に土星があるんだとしたら、いやまあ互いの引力によって直ちに激突してるだろうから、うん、あ、うん、もう地球コッパみじんだろうな。あらそんな近距離に土星があったらってことは思うでしょうね。さすがにそんな距離にあったら、そうか、うん、そうよね、おかしいわよね、あれね、ね、引きつけられてるから。じゃあ土星との距離じゃないんか、何なのかしらね。じゃあこの距離一体何なんやろう。はい、といったところで電気キミミどうぞ。上、いや恐ろしい。キキミミキキミミ、あら聞こえちゃった。失敗、バーイ。よいしょ。では成功した人々、成功した人々全員振った。はい、はい。では成功した人々は、雨音が止んだことが気がつきます。あら、ほう、はい、気がつきました。雨止んだわね。もう一回、もう一回見てみます。あれ、外、あの外、そうね、外に出ますか。ちょっとじゃあ見てみようか。見てみますか。はい、ではあなたたち全員で行く。渡辺は出ます。夏目も出ます。私ちょっといようかな中に。どうしようでも時間見てるからな。椿出ます。ちょっと、はい、私もう10にも減っちゃったから、ちょっとあれ見てもうビビり散らかしちゃって、ちょっともう思い出したくないのよ私。あー確かに。じゃあヨシオも、まあ、なんかくるみちゃんに多分引き止められて一緒にいます。ちょっと怖いから一緒に行って。ちょっとおちゃんごめん。はい、まあ、分かりました。では雨が止んだのを確認し、3人は、店の外へと出る。すると、ぬお、あるんだ。空には相変わらず異様な球体が浮かんでいた。やはりそれは何度見ても土星だ。この事実を頭では理解していたつもりでも、再度目の前に突きつけられた探索者は本能的に恐怖を覚えることでしょう。三着。行くんじゃなく。でも二回目だから減りますよね。これはまあそうですね。ああ、よかった。よいしょ。ああ失敗しちゃった。よくない。よいしょ、成功成功。危ない。うん。
はい、成功で 1D3 点、失敗で 1D6 点です。いや最高って引く可能性もあるからな、全然やめろ。あじゃあ、わあ、まただよ。あいしやしやし、あいつ3時強くねえか。だいぶ強い。はい、では一度に5点以上減った人はアイディアの発表。ほら、うのちゃん、クチュルクは発狂するものだぜ。あはい、じゃあまた釘付けになってます。渡辺さん、とりあえず釘付けになってる渡辺はもう一回あの巨人の洞察が発生するので、アイディアどうぞ。 1出してくれたらな。お、成功した。じゃあ 1D3 せめて1。なんでだ。 あ、でも数字違うな。はい、3でした。お、3ですか。となると、では、渡辺くんは、12258000km って書いてありました。12258000、増えてる増えてる。そうですね、数字が増えてる。そのことに思い立った多分至ると思うので、渡辺は発狂してるから、よく見ると土星なんかちょっとちっちゃくなってる気がする。昼に見た、夕方に見た時より。あれ離れていってる。いやでもと思いました。で一方、発狂しなかったとか3チェック成功したお二人は自由に行動が取れますが、どうしますか。2人とも2回目なんで、うん、見れませんか、数字とか。あ、数字を見ることもできますよ。数字を見るでよろしいですか。はい、見ます。では目星どうぞ。じゃあ俺も振ろうかな。それでいいんだね。いやどうしようかな。何でもできますよ。じゃあそのポケットにあった五円玉を、はい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 、使って、はい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 、実際の距離をと測る。はい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 。じゃあ、大体、あなたの目と、そうですね、五円玉の輪っかの中にちょうど土星が収まるぐらいの位置に合わせますと、大体 5.2 センチぐらい。だってことが分かりまして、まあ、三角関数に当てはめると、まあ、渡辺が見た数字ぐらいの距離だなってことが分かりますね。やっぱり離れてる。離れてるのと、そうやな、はい、その12258000km。うん、では離れてんのが関係ありそうかな。じゃあ数字に関して、確認した椿さんは、まあ、そうですね、じゃあ、22という数字が目につくことでしょう。なんかやけに強調されてる気がする。この数字は一体何なんでしょうね。現在時刻、現在時刻ですかね。やっぱりさっきもそうだったんですけど、現在時刻22か。じゃあ23にしときますね。あら、目にも止まらぬ早業で新しいのに変えます。じゃあもう一個の方走っときますね。あ、お願いします。脳みそ干しといてください。走ってきますって言って、あの椅子の背もたれのとこにこう、はい。はい、怖いなあ。うおちゃん、みんな戻ってきたわよ。ほら、トイレから出てきなさい。あ、戻ってきちゃった。あ、食べれなかった。トイレから出てきなさい。何しで。いや、ちょっとなんか草屋食べたいとか言うから、ここで食べたらちょっと臭いかなと思って。トイレでちゃんと食べて。トイレでも迷惑だわ。外で食え。消臭しなさいよって。うん、食べれなかった。トイレ大丈夫かしら。開ける、開ける間もなかったみたいよ。そうです。開ける前に皆さん帰ってきちゃって。あら。いや、危なかった。帰りなさい。ませ。どうだったの？ちょっと調べてみたけど、若干土星が遠ざかってるように感じたかな。あ、やっぱりでもあったのね、あれ現実だったのね。うん、そうですね。それに22っていうよくわからない数字も見えて。22、なんか心当たりある？ 22？ いや、なんですかね。22年前とか。22年前。あ、うん、なんかそれ22年前になんかあったりしたのかしらね。いや、わかんないっすけど、適当に言っただけ。まあ思いつくのは言ってった方がいいわ。わかんないから、何もわからないままね。
あれどうしたなんか何でしたっけあれ和歌山に台風が20年前ぐらいかなんかあまあそれは関係ないそうですねまあリアルの史実でそういうことがありましたねっていうぐらいのくらいで思っておいてくださいああそうなのね22年前そんなことあったのね22年前かどうかわかんないけどねでも多分そう数字は関係ないかもしれないですね和歌山のは平成2年だからまだまだ前だねうん平成2年、うん、30年ぐらい前ぐらい前、うん、なんとなくこの数字は覚えておいた方がいいかもしれないわねうんそうっすねうん確かに変なことばっかり起きてますからねなんかうん、うん、ってことはあれか土星また見えたってことは台風の目帰ってきてるってことなのかあらそういえばそうねああ確かに確か雨が止んだりそんな台風の動き方あるのかしら、ね、普通一回通り過ぎたらどっか行くのもそれでしまいやのに、ね、うん音楽ないのによく気がつきますねその通りですねおかしいわ帰ってきてるぞ、うん、そう、そもそもおかしいですからね今の時期に来るのも発生場所もおかしいから挙動も読めないかもしれないですよしずっと電波もない状態やもんな、うんうん、そうねこの台風なんか意図的なもんなんちゃう実は意図的いやなんか、まあ、あのこち亀であったやんなんか UFO みたいなんなんかそれで、ね、あの台風作り出すみたいな機械みたいなんがあったんですよ人工亀やったらありそうやけどこの現実ではな、まあ、人工台風ってことですか、まあ、まあまあまあすいませんねなんかちょっとわし僕物理学者なもんでやっぱなんかそんな突拍子もないこと急に思いついたりするんですよ若いのによく知っててすごいわと思うわ、うん、そういう非科学的なことが、まあ、起きてるってことやもんな今実際そうねまあ土星に関しても現実味がないし、まあね、やっぱ台風の目が2個あったりしてもおかしくないんじゃないのかしらああ1個じゃないかうんこんな台風が戻ってきてるか2個あるかじゃないのあじゃあ次来たら3つあるそうよだんだん穴が増えていくのねそれ強風やばいですよあの台風の目の周りが一番台風って風が強いのであじゃあ確かに、うん、今頃ボロボロやでみんなあの明日なんだけれどうん、はいはいもう赤桐大学に行かなきゃいけないとは思うんだけれどそう、ね、もし明日までずっと電波の様子とかおかしかったら放送局とかに行ってみるのありなんじゃないかしらと思ったんだけどあそうよねそっかああだってお天気も結局どうな今後どうなってるかわからないから放送局に行って天気のこう、ね、こう予想天気予報士さんとかに会えるかもしれないし確かにそうですね情報が何も入れられないから、うんうん、自分たちで確認しに行かないと多分現状のことだから図書館に行ってもと思ったから、うん、どっちかっていうと放送局かしらって、ね、じゃあ直接電波浴びに行きましょうか明日はじゃあ各々二手に分かれて行動するってのも、うんその方がいいかもしれないわね。ありなんじゃないかな。だって逆方向だしね、大学と放送局って。うん、そうなんだ。時間かかっちゃうから。つぼみちゃんを直接大学に連れていくかどうかも決めなきゃいけないし。うん。いやまあ行きたがると思いますよ。どう考えても。私はちょっとでもなんか誰かに追われてるっていや。まあつぼみちゃんを連れてくって私言っちゃった手前、私は大学に行こうとは思ってるんだけど。うんうんうん。まあ大学関係者じゃないけども大学的な教授だから僕もじゃあ大学かなうんうん、うん、じゃあ私は放送局に行こうかしら人探しには一応たけてはおるから大学の方に着きそうかなだったら僕は一緒にあの放送局の方に、うん、ラキさんと一緒にさかなクンと一緒に行ってこようかなそうですねじゃあそういう感じで二手に明日は別れましょうかねうんうん
はい、はい、じゃあそんな感じで会議を終えておのおの眠りにつく感じでよろしいですかね。いいわよ。そうやな、夜もだいぶ付けだし。一回つぼみちゃんの様子見に行っていいですか、うん、つぼみちゃんはすやーしてます。ちょっとこう頭を撫でる感じでそろそろっと首の方に手が触れてもいいですか。まあいい、まあそれ、うん、まあそれ、うん、頭寝てる、仰向けに寝てる少女の首、頭撫でながら首筋でいくか、枕の下通らないか、それ。まあいいけど、いいですよ。こう枕とその体の間にできる隙間に、うん、おもむろにクロス、おもむろにすっとこうなんか髪の毛こう撫でてたら入っちゃったくらいなノリで、我が子思いながら嘘つけ。まあいいですけど、できますよ。あ、じゃあちょっとふわふわっと触ってる手で、はい、じゃあ触ってますと、何やら穴のようなものが開いてるような気がします。あ、ああ、お、あ、これはって気づいて外手を離します。あら、椿ちゃん何してんの。外手を離しました。うん、何でもないわ、よく寝てるから。どうしたんすか、そんな、なんか穴が、あんた好きなんですか。あ、いや、こら。あ、すみません、夏目は中身を出すんじゃない。夏目はあれかな、泣きさんのその表情とその様子でまああるんやろうなってこう察します。でもよく眠ってるから、このままね、このままにしてあげようかなって。そうね、朝までぐっすり寝かせてあげましょう。うん、はい、ではこのまま就寝するということでよろしいですかね。はい、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 ではあなたたちの12月23日の、そうですね、冒険探索はこれで終了しました。昼は見た光景がまぶたの裏に焼き付き、二度と目覚めることがないかもしれないという恐怖があるかもし、ある、あって寝つけない人もいるかもしれませんが、まあベッドに入った瞬間爆睡する人もいるでしょう。はい、まあ緊張が続いたこともあったのでしょう。あなたたちは全員、まあ、気づけばまぶたが落ち眠りにつくことになります。そして、次の日の朝となりました。といったところで休憩挟みましょう一旦。はい、はい、みんなこう振り仮名書いてんのに一人だけくるみちゃんって呼んでねえもん。これいいよな、くるみちゃんって呼んでね。ちゃんとね。ゴーさん。だ、強しよ。強しだし、くるみちゃんって呼んでよ。間取ってさわ。可愛くない。間取って草屋さんでいいんじゃないですか。全然間取ってないのよ。私がそれ作ってるだけだから。草屋。てか魚さんって呼ぶとちょっと。どうしよう、どうなって呼ぼう。私はウオちゃんって呼んでるわよ。ウオちゃん、あ、そうそうそうね。いやでもな、私のせいダメだな、魚さんだろう。あ、待て、いや魚あれ、ヨシウオさん、魚さんっていうか、あ、でもな、そう、魚くんって呼んじゃダメだよな。それはちょっとまずいな、それはまずいな。いや、あ、でも魚くんさんやから大丈夫。確かに魚くんさんだもん。だって年下だからさ、うんうん、そうね、なんか渡辺くんって呼ぼうと思ってたの。あ、はいはい、あ、だからでもそっかって、魚くんだなみたいな。また脳みそいるしな、まあ、別に今回のシナリオはいてもいいや。渡辺くんにやったら産地チェックから入るんやろな。この道頓堀で買った見た目でね、どうとんぼりかった。まあ、どうとんぼり。味方によってはくるみみたいなもんだから一緒でしょ。そうよ、私は可愛いと思うわよ。あ、そっか。いや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 。私なんかいい男の匂いするもんね、なんかね。怖い怖い。くるみちゃん、くるみちゃん、くるみちゃんって呼ぶか。くるみちゃんって呼んで。あ、素顔。そう、いい、ほら可愛いじゃないほら。いい男の匂いしたのよ。だって一番ね、APP 14だからね。あ、いなくなっちゃった。言えた。魚さん、APP8。
いいよな、8いいよな。いや、ちょうどめっちゃ8よね。うん、めっちゃ8って感じする。褒めてるのか。本当は宇野さんが一番ビビビとか。そうなのよ。そうなんですよ、でも隠しちゃって。いやー、やだやだ、もう見ないでちょうだい。私には分かるわよ、いい男だって。うわそう。めっちゃ良そう。めっちゃ顔にシワ寄せてる感じ。はい、はい、はい、では、クトゥルフ神話 TRPG 台風の目始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。